久保さん。今回は、時間は価値を生み出す。時間は価値を生み出すにしましょうか。まあ、暇ですね、久保さんね <laughs>。まあ、今日ね、あの、椅子の配送があって、まあ、全部綺麗にしてたんですけど、掃除したりとかして。で、掃除しながら、テッ d テッ d っていうト,トークの、まあ、チャンネル登録者数、もうちょっとで3000万人ぐらいあるのかな。テッ d っていう、TED ですね。これ、アメリカ発のかな。 あのかなり昔からあるんですけどだいぶ今すごいっすね2900万人登録してるっていうね <laughs> まあこれでねいろんな話聞けるんですよすごいですよねでも時間なかったらこんな聞けないですよそうだから暇っていうのはいろんな情報を手に入れられるしだから時間があるって多分無限の価値ですね やっぱ忙しい日々を送っていると、やっぱりその、妬むしうーん、心が乏しくなっていくし、やっぱ時間にゆとりがあるっていうのは本当に大事だなっていう、最近思いますね。うん。時間にゆとりもあるし、やるべきこともある。で、勉強する時間もある。うーんどっか行きたかったら行ける時間もある。 公園行たたかったら行けるでもこれサラリーマンだったら今公園行こうと思って行けないじゃないですかね営業回りしないといけないとかねだからねうーんまあ僕は昔そのなんだこっち側のね人間じゃなかったんで会社に寝泊まりして自由人になれますって書いてましたから <laughs> で実際になってみて思うことが本当にいいっすね うんなんか、やっぱ人が経験できない時間、人が勉強できない時間、さまざ、あ、まなことを学習できるんでうん、だって、もし僕がサラリーマンやってたら、このテッドで今聞いてるのが星星、星のプラネトリウム作った人の話聞いてるんですけど <laughs>、このプラネトリウム作った人、これ9年前の動画ですね。10年前か、2011年11月3日にアップロードされてるやつで、10年前の動画ですね。 うん、まあこの人が何でプラネトリウムみたいなの作ろうかなと思ったのが何だろうなその大学の時になんか病院行った時病院で何かそのなんだあの何かの研修で病院行ってで手術にも立ち会ったらしいんですけど手術した時に女の子がねまあ手術の医療はテクノロジーなんですよね。 いろんなその機械がいっぱいあってテクノロジーがあるけどその子供が一つだけあるものを持っててそのあるものって何かっていうと手術する前にぬいぐるみを一つ持ってたとでそれを見てその大学だった時にあテクノロジーより大事なものがあるんじゃないかみたいなこうテクノロジーと同等にぬいぐるみってただのぬいぐるみだけどその子にとってはすごい価値があるとでそこになんか気づいて で、企業、大学辞めて起業して、で、プラネタリウムみたいなの作って、まあ、じゃあ、ぬいぐるみじゃなくて、テクノロジーでぬいぐるみみたいなものは作れないか、つってね、なんか作ってったっていう話なんですけど、だからどうしたって話なんですけど、<laughs> だからどうしたんやねんっていう話なんですけど、<laughs> ただ、なんだろうな、悪い話ではないじゃないですか。<laughs> なるほどね、確かにな、っていう、人はその、 まあここにぬいぐるみとかねありますけどまあ物の見方によったらただのぬいぐるみで何の価値もないんですけどまあその女の子にとってはめちゃ深価値があるわけですわぬいぐるみがね勇気もらったりとかなんだ生きる力になったりとか手術を受けるためのその怖いところを克服するための一つのツール武器になったりとか何かいろいろなあるわけじゃないですか価値っていうのがうん。 だこの前僕はね、まあ椅子売りましたけど、まあ普通に考えてハードオフに持ってったら数千円ですよ。多分1000円か2000円の価値なんですね。だけど 22,、22,222円っていう価格で落札されて、その人、その22,22 22 22円つけた人にとっては僕の椅子はすげえ価値があるわけですよ。うん。だからその価値っていうのを知るっていうのはすごい大事ですよね。で、価値の。 価値の価値を知る。これって時間ないと多分知れないですね。うん、価値の価値を知るっていいですね。いってらっしゃい。